今年もあっという間に8月下旬、まだまだ暑い日が続いています。皆さんはお元気でお過ごしでしょうか。夏休み中は手をつけられていなかったキッチン周りの整理整頓や食器の断捨離をしました。ごちゃごちゃしていたところがすっきりとして料理がスムーズにできそうです。ニコライフさんの YouTube で紹介されていたスパイスラックがとっても素敵だったので、私も同じものを購入してみました。こちらのオイルボトルがとっても便利で、よく使う油や調味料を入れておくと料理の効率がアップしそうです。お母さんから立派なかぼちゃをいただいたので、今日も美味しくいただきたいと思います。今日のメインのおかずは、夏の疲れを吹き飛ばす鶏胸肉を使ったチキンステーキを作ります。今日の材料はこちらです。まずはお味噌汁を準備していこうと思います。乾燥わかめはたっぷりの水で戻します。じゃがいもは8ミリ厚の半月切りにします。じゃがいもや人参のような根菜は火の通りに時間がかかりますので、最初に調理しておいた方が効率的です。お母さんからいただいたかぼちゃはシンプルな煮物にしていただきたいと思います。かぼちゃは硬くて切りにくいので、電子レンジで軽く温めてから柔らかくすると扱いやすくなります。かぼちゃは抗酸化作用のある β カロテンやビタミン E がたっぷり。夏の疲れが溜まっている人はぜひ食べてみてください。味が染み込みやすくなるように、かぼちゃの皮を少しだけそぎ落としておきます。食べやすい大きさに切ります。鍋にかぼちゃを入れて、ひたひたより少なめの水を加えます。砂糖、みりん、醤油を各大さじ1を加えて強火にかけます。煮立ったらアクを取ります。落とし蓋をして、かぼちゃに火が通るまで弱火で煮ます。鶏胸肉は中央に切り込みを入れて左右に開きます。こうしてあげると厚みが均一になって、火の通りも早くなって時短することができます。塩コショウをして片栗粉をまぶします。フライパンに油を熱し、鶏肉の皮目を下にして中火で炒めていきます。ヘラでキュッと押しながら、皮目がこんがりと焼けたら裏返します。表面がこんがりと焼けて、中まで火が通ったら、余分な油をキッチンペーパーで拭き取ります。醤油、みりん、酒、各大さじ2、砂糖大さじ1、にんにくみじん切り1かけ分を加えて、スプーンでタレを作ってかけながら煮詰めたら完成です。表面をパリッと香ばしく焼き上げて、
甘辛ダレを絡めた鶏胸肉のやみつきチキンステーキ。ボリュームたっぷりですが、美味しくてペロリと食べられちゃいます。ちぎったレタスを添えてあげると、不足しがちな野菜も一緒に摂れて彩りも良くなっていいこと尽くしです。とっても美味しそうにできました。じゃがいもに火が通ったら、わかめを入れて弱火で味噌を溶き入れます。毎日のようにお味噌汁を作るので、味噌ポットを買いました。市販の味噌パックがそのまま入るサイズ感で、大きな取っ手がついているので、冷蔵庫からの出し入れがしやすくなってとっても便利です。しっかり密閉してくれますので、味噌の乾燥や酸化を防いでくれます。かぼちゃの煮物もホッコホクでとっても美味しそうです。今日は鶏胸肉でご飯がもりもり進むチキンステーキを作りました。息子が大好きな味でパクパク食べてくれる定番おかずです。かぼちゃの煮物も優しい味でとっても美味しかったです。皆さんもぜひ作ってみてください。今日は長男が風邪をひいてしまったので、保育園はお休みしてお家でゆっくりと過ごしました。最近は1歳半の次男のお世話でつきっきりで、なかなかこうして2人きりでゆっくり遊ぶことができていませんでした。今日は朝から長男と一緒に絵本を読んだり、ゴロゴロしながらお話をしたり、2人時間を楽しむことができてよかったです。氷の色ないから、じゃあこれやっちゃう。これこちらの絵本は息子が自分で選んで買ったお気に入りの一冊。お医者さんごっこができる仕掛け絵本です。魔法のバッグからアイテムを取り出して、動物たちの病気を治してあげる息子の姿がとっても可愛かったです。あ、こんな感じで出てた。ほら。さて、今日もあっという間に夕方。今日は塩サバを使ってサクッとジューシーな竜田揚げを作ろうかと思います。今日の材料はこちらです。まずは副菜から作ります。息子からもやしのナムルが食べたいと要望があったので、パパッと作っていきたいと思います。もやしは耐熱容器に入れて、ふんわりとラップをし、600ワット3分間加熱します。もやしはラップを外して粗熱を取ります。粗熱を取っている間に、サバの竜田揚げを作っていきます。塩サバは表面についている水分をペーパータオルで拭き取ります。骨があると食べにくいので、事前に取ってあげると安心です。食べやすい大きさに切ります。ビニール袋に醤油小さじ1、酒大さじ2、おろしにんにく1かけ分、すりおろし生姜2分の1かけ分を合わせて混ぜ、塩サバを入れて揉み込みます。塩サバを使いますので、下味の塩味は抑えめにしています。タレを切って片栗粉をたっぷりめにまぶしたら、あとは揚げ焼きにするだけ。フライパンに底1センチの油を熱し、サバを揚げ焼きにします。サバには良質なタンパク質に加えて、 EPA や DHA など体にいい脂肪酸が含まれています。美味しそうに揚がったら、網付きバットにあげて油を切ります。
サクッとした竜田揚げは子供から大人まで喜んで食べていただけるメニューです。今日もレタスを添えて野菜もしっかり補給。もやしの粗熱が取れたらペーパーで水気を拭き取ります。小ネギと醤油大さじ1、ごま油大さじ1、おろしにんにく1/2かけ分、白いりごま小さじ1を入れてあえたら完成です。今日は豆腐とネギのお味噌汁。味噌はグツグツ煮立てないように気をつけます。息子はもやしのナムルが大好き。おいしいと言ってパクパク食べてくれました。食欲もあり元気そうなので一安心。早く風邪が治るといいな。サバの竜田揚げはサクッとジューシーで最高でした。皆さんもぜひ作ってみてください。今日はご近所さんからトウモロコシをいただきました。畑のスイーツというキャッチコピーがつけられているシャイニングコーン、そのままでも美味しくいただけるほど甘いそうです。茹でた方が美味しいよと言われたので、今日は茹でトウモロコシにしていただきたいと思います。今日の材料はこちらです。大きめのフライパンに水と塩、トウモロコシを加えて火にかけます。水からゆっくりと加熱して甘みを引き出します。今日のお味噌汁は舞茸と玉ねぎ。舞茸は細かく裂いて、玉ねぎは薄切りにします。火が通るまで出汁で煮ます。今日のメインのおかずはタンドリーチキン。暑い夏はスパイシーな香りで食欲そそるメニューがぴったりです。鶏胸肉は一口大に切り、塩コショウで下味をつけます。ボウルにプレーンヨーグルト大さじ3、ケチャップ大さじ 1/2、カレー粉大さじ 1/2、おろしにんにく 1/2 かけ分、おろし生姜 1/4 かけ分と鶏肉を入れて揉み込みます。ケチャップを入れると甘さとコクがプラスされますので、辛いのが苦手という方も美味しくいただけます。トウモロコシも茹で上がりました。トウモロコシは栄養価が高く食物繊維もたっぷり。腸の働きを活発にして整腸作用や便秘改善に期待できます。トウモロコシは夏から秋にかけて美味しくなる時期ですので、ぜひ旬のお野菜を楽しんでみてください。フライパンにオリーブオイルを熱し、鶏むね肉を並べて中火で炒めます。最近はオリーブオイルが高くなってきてますので、普通の油でも大丈夫です。表面に焼き色がついたら蓋をして弱火で3分から4分蒸し焼きにします。火が通ったら残りのタレとバターを加えて全体を炒め合わせたら完成です。具材に火が通ったら弱火にして味噌を溶き入れます。今日のメインは漬け込みいらずで簡単に作れるタンドリーチキン。カレー粉のスパイシーな香りで食欲をそそります。美味しくてご飯がもりもり進んじゃう。
トウモロコシも甘くてとっても美味しかったです。今日も美味しい晩ご飯を楽しめました。最近は暑さが和らいできたものの、まだまだクーラーが欠かせません。水分補給をしっかりしながら体調に気をつけて過ごしていきましょうね。さて、今日も美味しくて栄養たっぷりな晩ご飯を作っていきたいと思います。毎日の食事で欠かせないご飯ですが、手軽に栄養価をアップしたい方には雑穀米を入れるのがおすすめです。我が家ではよく雑穀米ご飯が登場していますが、雑穀米のメリットは白米では取れない栄養素が含まれていることです。普段のお米に混ぜることで食物繊維やミネラルなど手軽に栄養価をアップすることができます。私がいつも使っている十六穀ご飯はいつもと同じように水加減した白米にそのまま入れて炊くだけ。洗う必要もなく手間もかかりません。手軽に栄養アップしたい方はぜひチェックしてみてください。さて、今日は夏野菜をたっぷり使ったミニを作ります。今日の材料はこちらです。まずはきゅうりとみょうがの梅酢漬けを作ります。きゅうりの両面に斜め切り込みを入れて食べやすい大きさに割ります。こうしてあげると味が染み込みやすくなります。みょうがは根元を切り落として輪切りにします。アクがありますので水にさっとさらしてアク抜きします。青じそを入れてあげると爽やかな香りが加わってとっても美味しくなります。梅干しは昔から1日1粒で医者いらずと言われていて、疲労回復に役立つ栄養素がたっぷりです。ポリポリ食感のきゅうりと酸っぱい梅干しが相性抜群。みょうがの香りが夏らしく、やみつきになる美味しさです。ビールのお供にもぴったりです。ぜひ作ってみてください。今日のメインのおかずは、ナスと豚こまのガーリック炒め。ナスはヘタを切り落とし、縦4等分に切って、さらに半分に切ります。ニンニクはみじん切りにします。フライパンにごま油を熱し、ナスの皮目を下にして並べて中火で炒めます。ナスにツヤが出てきたら裏返します。豚こま肉を広げながら加えてさらに炒めていきます。豚肉にも疲労回復に効果的なビタミン B1 が豊富に含まれていますので、この時期にぴったりなメニューです。火が通ったら、醤油、酒、みりん各大さじ1と1/2、砂糖大さじ1、にんにくみじん切り1かけ分を加えて炒め合わせて、塩いりごまを振ったら完成です。今日のお味噌汁は豆腐とわかめです。
今夜の晩ご飯はご飯が進むナスと豚こま肉のスタミナ炒め。とろりとしたナスはとってもジューシー、ニンニクの香りで食欲そそる一品です。ぜひ皆様作ってみてください。今日もあっという間に金曜日、皆さんはどんな1週間を過ごされていましたか？今週も慌ただしく仕事も子育ても頑張ったので、最終日は手を抜いてめちゃくちゃ簡単に作れる明太バターうどんを作りたいと思います。簡単なのにとっても美味しいので、皆さんもぜひ作ってみてください。今日の材料はこちらです。今日は手揚げ風の油揚げを使ったお味噌汁を作ります。この油揚げは油抜き不要ですので、そのまま切って入れるだけ、とっても楽ちんです。冷凍うどんはパッケージの表記通りに電子レンジで解凍します。からし明太子は薄い膜を取り除きながらほぐして、バター 20g、 レモン汁と醤油各小さじ1を入れてうどんと和えます。うどんの熱でバターを溶かすように混ぜたら完成です。これだけでも美味しいですが、今日は温泉卵を乗せたいと思います。かぶるくらいの水を加えて、卵黄に爪楊枝で4から5箇所穴を開けて、ラップをかけずに電子レンジ 600W 40秒加熱します。器に明太うどんを盛り付けて、小ネギ、温泉卵、刻み海苔をのせたらあっという間に出来上がり。とっても美味しそうにできました。コクのあるクリーミーな明太バターうどん、美味しくてやみつきになること間違いなしです。温泉卵もレンチンでパパッと作れますので、ぜひお試しください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは来週も素敵な1週間をお過ごしください。皆様の食卓に笑顔があふれますように。